1日から2020年1月28日は日本の音楽映像監督。ルナシー、バクチク、グレー、ラルク・アンシエル、矢沢英吉、長渕・剛、キンキー・キッズ、グローブなどに代表される PV やライブ映像は、後の世代に大きな影響を与えた。1994年、ルナシー、ロジエで第36回日本レコード、大賞ミュージックビデオ賞を受賞。 日本を代表する音楽映像監督の一人。1965年2月、横浜市に生まれる。1983年、横浜放送映画専門学院に入学。1984年7月、池袋文芸座にて開催された、オールナイトフィルムギグと、爆裂都市、闇のカーニバル、アナーキー、ノットサティスファイドの上映会場で、会場に入りきれず、 パンクスが暴れる様子に感動、主催者の安田淳氏に、俺もこういうことがしたい。なんか手伝わせてくださいと、直談判、翌8月、文芸ルピリエで開催された、パンクス5デーズでデッドケネディーズの音楽に合わせて、作った5分間のイメージ 8mm フィルム作品、カスカス、で18歳で監督デビュー。同時上映は、パンクス青の時代、GISM、ちょっとの雨なら、 我慢、アジアの逆襲、闇のカーニバル、無防備教室、アナーキー、ノットサティスファイド、カンカンランラン。1984年、安田淳氏と共に、パンク映像レーベル PPP プロジェクトを設立。翌年より、伝説のハードコアパンクバンド GISM の、ライブビデオ、パフォーマンス、ブルトレグ1986、ゲイインディビジュアルソーシャルミーンサブジアンド、エゴス、 チョップド、R、レジサイドリバーブレーションを PPP プロジェクトから発売、全作品に撮影、監督補として参加している。やビジュアル系的な要素を持つアーティストの作品を好んで撮影。これが、後のルナシーや爆竹などの PV 作品へと繋がる。1988年、ラインアップ、トゥナイトのメガボルトを監督。この作品のプロデューサー愛原博美は、これ以後、 ザ・ピーズ、マルコシアスバンプ、高橋由美子・レピッシュでも、大坪作品のプロデューサーをしている。1993年、ルナシーのデビュー曲、B ライブメガボルトを監督、以後、シングル、I イフォーユ u メガボルトまで11作品を監督、ライブ DVD では2008年、ゴッドブレスユーワンナイトデジャブから2012年公開の 3D 映画、 3D i n d o o ン s h e l e s など多くの作品を監督している。1994年、ルナシー、ロジエで第36回日本レコード、大賞ミュージックビデオ賞を受賞。ルナシー以外にも、バクチク、ラルク・アンシエル、エレファント・カシマシ、ヤザワ・エイキチ、長渕・ツヨシ、キンキー・キッズ、グローブ、モダングレー・ DJ ・クラッシュ他多数の作品を監督。2001年、 ルナシーの河村隆一プロデュースムービー、ソファーラウェイを監督初の長編オリジナル作品となり赤坂ブリッツにて上映された。この作品のブックで大坪は次のメッセージを残している。この映画を作るとき、ここ十数年履いていたミュージックビデオのディレクターという靴を脱いで裸足で歩いてみました。痛い思いもしたけど、それはガキンチョの頃に戻れたようで、 とても気持ちのいい感覚でした。すべての事柄には終わりがあるからこそ今この瞬間を大切に生まれ変わったらまた会おう。2007年4月、a v e スマーケティング株式会社映像制作事業部にプロデューサー、演出として所属。2008年5月、ラルク・アンシエルのフランス、パリでのライブ正上映を監督。この映像は 日本全国5カ所の映画館において世界初となる海外コンサートの同時中継となった。2019年、オーラ・オーロラ、オーラ・オーロラが新宿系 S シネマでリバイバルロード賞され、前回全席ソールドアウトとなる。2020年1月、エ民。ミン。居に際して、ルナシーのオフィシャルサイトにメンバーからの追悼文が掲載された。メンバーからのご報告。 ルナシー。2020年2月13日閲覧。イノランもブログで思いを語りその死を惜しんだ。音楽を愛するということ。イノラン公式ブログ。2020年2月15日閲覧。多多数上記作品リストは、作品制作会社である、エーベックスマーケティング株式会社、株式会社オークナック、株式会社フィッツロイ、株式会社ファブリカ、有限会社バース。 有限会社03、PPP プロジェクトほか、作品担当プロデューサー協力の元作成。ありがとうございます。